じゃあ今日も動画をやっていきます。今日話すのは、やっぱ徐々に英語が、スピーキングが良くなってきた気がしたなっていう話ですね。まあ別にまた話すわけでもないんですけど、ただこれをね、言うと話してくれっていうふうに、なんか期待を煽ってしまう感じがして、でそれはちょっと嫌なんですけど、まあシンプルに今日ちょっと喫茶店に行って、そこの店員さんと、まあ、なんか軽く世間話したんですけど、それがもう思いのほか、まあ、スムーズだったんですよ。まあ我ながら。で、まあいつもだと結構ね、まあ、最初なんかはさ、ほら、話しかけられただけで、えってなっちゃって、もういつもだったら、まあ出てくる言葉も出てこないみたいな感じになるんですけど、割と今日はね、言いたいこと言えるし、ほら、答えに困ってなんか嘘のこと言うみたいなのもあるじゃん。で、あれもなくて、すごいなんか自然に答えられたんですよ。そう。で、それが今まであんまなくて、で、相手はネイティブで、まあ相手がね、ネイティブじゃない人とかだと、まあ割とそのレベル的にも、まあ近い相手とかだとさ、割とお互いに喋ってる感はあるんだけど、ネイティブとかだとやっぱあっちが上手で、こっちはこう、まあその人と比べるとやっぱ弱い立場っていうかね。だからあんまりこの会話が成立してる感なかったんだけど、初めてあ、会話してるなっていう感じがしましたね。で、それからね、まあちょっと嬉しくて、なんか素直に、なんか、あ、英語ちょっとできてるなみたいな感じに襲われて、それからなんかずっとね、まあ、散歩してる間、なんか英語のラジオとかを聞いてたんですけど、なんかね、わかんない、気分が上がってたからか、わかんないんですけど、なんかその英語のラジオも、なんかほぼ意味理解できるみたいな、なっちゃったんですよ。実際ね、今どんな内容だったかなっていうと全然思い出せないんで、まあ、その時たまたまちょっとね、無敵タイムみたいなので、ちょっと聞こえが良かっただけかもしれないですけど、なんかそんなのが今日ありまして、それがすごい嬉しかったですよ、なんか成功体験として。で、あんまりやっぱね、まだ友達も全然いないし、ネイティブの友達なんか、まあ、持ってのほかだしね、全然いないんで、練習する場所も、まあそういうね、カフェとかだったり、あとはまあ語学学校の授業中だったりとかしかないんだけど、まあでも普段生活で耳に入れてたりとか、あと自分でわかんない単語を逐一調べてとかやってると、まあそこそこ、まあね、1ヶ月でそういうことはできるようになるんだなっていう気はなんかしました。そう。で、アメリカにいた時はもうずっとタイガといっちゃったんで、あんまり人と英語で会話することがなかったんですけど、やっぱこっちだともう一人で全部英語で自分でやらなきゃいけないんで、嫌が応でも喋らなきゃいけないっていうところで、やっぱ成長してる気はしてますね。まあでもね、定型文っちゃ定型文だから、まあ、これからまたなんだろう、イレギュラーな状況になっちゃうとわからないっていうのはもうもちろんあると思うんだけど、まあ、とりあえずそんなことがあって嬉しかったって話ですね。はい。で、まあ感想か。感想は、まあ、カイホリが、ワイホリって言うじゃない、ワーホリに行く可能性も出てきたみたいなね。1個言えることは、今カナダには来ない方がいいっていうことですね。まあ、バンクーバーちょっとわかんないけど、トロントは絶対来ない方がいいですね。これはもう言おうって決めてて、他の知り合いが
トロントに行きたいとか言う人がいたら、でもまあオーストラリアっぽかったんであれなんですけど、トロントは来ない方がいいですね、正直。っていうのもやっぱあの語学学校に通わないと多分友達作るの難しいんですよ。俺も友達実際できたけどオンラインで、でもやっぱそのね、こう実際に会ってない人をまあ友達で呼べるのかっていうのもあるし、やっぱ会った方が絶対友達仲良くなれると思うから、その語学学校が開校してるところに行ってほしいなとは思いますね。ただそれがオーストラリアだとどうなるのか分かんないけど、バンクーバーもどうなのか分かんないんだけど、トロントはあの全部オンラインなんで来ない方がいいですね。生活今ちょっとやばいですね、あの普通に全部閉まってるし、想像以まあ慣れてはきたけど想像以上に寂しい生活が待ってるので、はい、そこのこんな思いはしてほしくないっていうので違う国に行ってほしいですね。でもオーストラリア3年行けるみたいなことも言ってたんで、もしその長期滞在を考えてるんだったら別にオーストラリア、ニュージーランドとかでもいいんじゃないかな。あとあそこは確かあれなんだよね、ビザのお金が一切かかんない、ビザ取るためのお金が一切かかんないみたいなも聞いたことあるんで、まあいいんじゃないかな。まああの多少なまりがあるんだろうけど、イギリスなまりっていうか、まあ、そういうのもね、別にまあ問題ないし、はい、ただそれ京都にも行ってほしいっていう気持ちはやっぱあるんで、京都に俺が行きたいからね、まあ、そこはまあちょっとよく考えてもらって、でもオーストラリアに行ったら俺はオーストラリアに行けるのか、どっちでもいいですね正直、はい、ちょっとあれですね、また話しましょうそれは。で、タイガはケミカルブラザーズは前なんか言ったよね、俺ケミカルブラザーズの話を一回多分タイガの前でしたと思うけど、いいですよねケミカルブラザーズって、ちょっとあのまあ一昔のエレクトロニカだからっていうか DJ だからあまり今のビカビカ感ないし、俺おすすめはあのまあなんだっけな、ワイドオープンっていうベックと一緒にコラボレーションした曲があるんですけど、それはすごいおしゃれでいいですね。まあアルバムだったらやっぱサレンダーなのかな、一番有名なのサレンダーとかいうアルバムがあった気がするけど、ちょまた聴いてみてください。ケミカルブラザーズかっこいいです、普通に。今も活動してる、あでもこの間なんかアルバム出したみたいなのを聞いた気がするな、ちょっと俺もまた聞いてみようかなと思います。はい、じゃあそのとこですね。